西武ドームです。東京ヤクルトスワローズ対埼玉西武ライオンズ、セパ交流戦3回戦の模様をお送りしてまいります。スワローズの先発は斉藤、対するライオンズの先発は右の牧田、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターは熊代、現在の打率は2割9分9厘。直球ストライク、追い込んでいます。投げました。152キロ直球、空振り三振。斉藤ナイスピッチング。ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでツーアウト、ランナーありません。投げました。初球打った、ボテボテのショートゴロ、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。斉藤上々の立ち上がりを見せています。1回が終了しまして0対。これからライオンズの攻撃に入ります。バッター浅村、投げました。ストレートに送ってストライク、いきなり151キロ。投げました、打ちました。サード右へのゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは秋山、現在の打率は2割9分8厘。第2球、投げました、ストライク。あっという間に追い込んだ。投げた、ボール低め。投げた、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げた、直球ストライク、外角高め、いきなり151キロ。投げた、まっすぐに送ってストライク、あっという間に2ストライク。投げた、縦のスライダー、空振り三振。可能、全くタイミングが合いません。最後は空振り。これからライオンズの攻撃に入ります。バッターは細竹、アルボー。第2球、インローギリギリいっぱい、ストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。投げた、153キロ直球、空振り三振。斉藤3球で仕留めてみせました。投げました、見送ってストライク、いきなり152キロ。外角低めいっぱい、ストライク、軽く追い込んでまいりました。投げました、151キロ直球、空振り三振。長い、全くタイミングが合いません。投げました、アウトローを見送ってストライク、伸びのあるストレート。投げました、直球に送ってストライク。斉藤、まずは簡単に追い込んでいます。投げました、外角高めいっぱい、見逃し三振。斉藤、見事なピッチングです。最後は見逃し三振に打ち取られました。序盤終了しまして、ライオンズこの回1番からの好打順になります。バッター熊代、第1打席はスイングアウトで三振に倒れています。投げました、ボール、カウントワンボールワンストライク。ストレート空振り、バッター追い込まれました。投げた、低めボール球打った、内野ゴロ、山田取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターボックスは斉藤、第1打席はファールフライに倒れています。投げた、外角低め、ボール、わずかに外れてワンボールワンストライク。投げた、打ちました、いい当たり、右中間に打球が飛んでいます。クリーンヒット、斉藤ヒットを放ちました。ライオンズようやく初ヒットが生まれました。バッターは坂田、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。二塁送球はどうだ、盗塁成功。斉藤、今シーズン3個目の盗塁を決めています。空振り三振、斉藤ナイスピッチング。ランナー1人を置いて迎えるバッターは浅村、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、ストレートはボール、外角へわずかに外、カウンター2ボール。第4球を投げた、4球目空振り、タイミング合いません。投げた、打ちました、抜けた、浅村ヒットを放ちました。さあ、2アウトランナー1塁3塁とチャンスを広げました。ストレート見送ってストライク。第2球投げました、カットボールはボール、インローへわずかに外れてワンボールワンストライク。追い込んで変化球、空振り三振。斉藤ナイスピッチングが続いています。4回の裏が終わり、これからライオンズの攻撃に入ります。バッター加納、今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。投げました、インコース速球ボール、カウントはワンボールツーストライクです。投げました、カットボールはボール、アウトコース際どいところ、カウントはツーボールツーストライク。打ったい当たりだ、左中間に打球が飛んでいます。クリーンヒット、カノーヒットを放ちました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは細竹、第1打席はスイング。
これは引っ掛けた。サードフライ。取りました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。投げました。見送ってストライク。いきなり150キロ。2球目はストライク。もう追い込んでいます。157キロ直球。空振り三振。斉藤、3球で仕留めてみせました。ランナー1人を置いて迎えるバッター、林崎。第3球を投げました。ハードロー。ボール。カウントは2ボール、ワンストライク。投球これから5球目。低め。空振り三振。5回までが終了しまして5対0スワローズ。ライオンズ、この回は打順よく1番からの攻撃。バッターボックス来ました。今日は三振とセカンドゴロ。投げた、決まってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投げた、1球外してボール。カウント1ボール2ストライク。インロー、空振り三振。先ほどヒットを放っている斉藤。ストレートはボール。投球これから2球目。ストライク。第3球を投げた。3球目はストライク。第4球を投げた。縦のスライダー、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。投げた、外角低めいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました。投げた、まっすぐ見送ってストライク。ポンポンと追い込んできました。投げました、インコース低め、空振り三振。最後はスイングアウトの三振に倒れました。7回の裏、ライオンズラッキーセブンの攻撃。今日ヒットを放っている浅村、外角高め1回ストライク。まずは初球決めてきました。投げました、打った、痛烈な当たり、三遊間ライナー破っていった。浅村ヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。バッターは秋山、ここまで2打席連続三振。一塁へ牽制球を送ります。タッチはセーフ。第2球投げました、これも空振り。第3球を投げました、変化球、空振り三振。斉藤、ナイスピッチング。ランナー1人を置いて迎えるバッター加納。さあ次の投球、打った、奥井、落下点に入った、掴みました。ボールは中継。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッター細竹、今日は三振とサードフライ。投げました、ストライク。早くも追い込みました。投げました、外のボール球、セカンド右へのライナー。一塁ランナー浅村。これからライオンズの攻撃に入ります。バッターボックスは長江。ここまで2打席、初球から打ってった、これはファースト正面、一塁踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーありません。投げた、インコース高めストライク。いきなり153キロ。投げた、打ちました、セカンドジャン、ライナー破った、ヒット。ヒットを放ちました。今シーズン最初のヒットとなりました。打ちました、初球打ち、ライトの頭上、ライト掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。ランナー1人を置いて迎えるバッターは斉藤。今日はここまで3打数1安打1三振。打ちました、いい当たり、右中間に打球が飛んでいます。クリーンヒット、斉藤ヒットを放ちました。さあ2アウト、ランナー1塁3塁とチャンスを広げました。このチャンスは何とかものにしたい。変化球ストライク、アウトローへ。初球ストライク、速球ストライク、アウトローへ。バッター追い込まれました。ボール。カウント1ボール2ストライク。縦のスライダー、空振り三振。8回の裏が終わりまして12対。これからライオンズの攻撃に入ります。ここまで2安打の浅村、現在の打率は3割4分3厘。投げた、見送ってストライク。バッター追い込まれました。投げた、ボール。カウント1ボール2ストライク。投げた、アウトロー、空振り三振。バッターは秋山、ここまで3打席連続三振。ツーシーム見送ってストライク。第2球投げた、打った、一二塁間のゴロ、一塁送球、斉藤取ってアウト。斉藤完封勝利まであと1人。投げました、初球を打ちました。打球はショートの右、一塁へ送る、アウト。試合終了。斉藤、見事な完封勝利。スワローズ完勝です。